アジスーニシキンは、シラギの第十三代の王であり、生は、金氏。金アッチの七世孫であり、父は金アダドークズ文王、母は第六代騎馬西今のこのイクズ、文王の娘の術霊夫人。王妃は第十一代ジョフンニシキンの娘の孔明夫人。先代の先輩・ニシキンが、このないままに二百六十一年十二月二十八日に死去したため、 国人に推挙されて王となった。金止王党の初代である。三国式白木本議、味数に資金機には、文中で、味照らし、三国維持王歴では味、味噌、味飯、同書のキー、味数王畜用軍上では、味数、味噌、味フルとも記される。もっぱら、くだらとの戦いが記録に残っているが、いずれも戦勝を収めている。二百六十六年八月に、 野呂氏山城が攻められたが、城主の直戦がこれを敗走させた。この功績を称え、直信を和義に引き立てるとともに、城の兵卒にも褒美を与えた。278年10月に、再び、九だらが侵入してきて、演寿国城を包囲したが、並鎮の制限が撃退した。283年9月にも九だらは白木に攻め入り、10月には、 炎寿国城を奉置したが、数やしの良質がよく不正だという。在23年にして284年10月に死去した。大量に埋葬された。三国維持によれば、領は、降臨寺の東にあり、畜陽軍の伝説にちなんで、竹原寮とも言う。三国式白木本義の樹齢に資金期や、三国維持機位、未数王畜陽軍上には、次のような説話が伝わっている。 樹齢日金の十四年、異西国が攻めてきて、首都近所を囲んだ時、白木では大軍を率いて、防戦に努めたが、なかなか退けることができなかった。不意に異形の兵が数え切れないほど現れ、白木の兵と一緒になって、イニシフル国の軍を破ることができた。これらの異形の兵は、竹の葉の耳飾りをつけており、戦いがやむとどこともなく消え失せてしまった。 ある人が竹町寮に竹の葉が数万枚も積み重なっているのを見て、これはアジス・数二四金が現実による兵を用いて戦を助けてくれたのだと考えた。三国式巻三十二、最獅氏によれば、第三十六代のめぐみ安潮の時代に五病を定めたとあるが、そこには金氏の質素としてアジ数王を位置づけ、三国統一の偉業を成した大僧。 文武音を合わせて、代々普遍の旨とし、合わせて、父慶徳王、祖父聖徳王を加えて語尾をとしたという。王の名が、幾通りにも記されそれぞれに音通りすることは、その伝承が古いことを表しており、また、味、数の音は、元、本を意味し、味数王の表現は、思想を表すものと考えられている。金氏の思想については、金朝とし、勢い感、 アジ数王の諸説が古くから並行して存在していたと見られている。ただし、父の金屋太道を活文王に追封したのは味数資金の即位2年2月であることが三国式、白木本儀に記されている。なお、白木王の即位については通常は律限改元の立場を取っているが、戦王の死去が12月28日であったためか、 味数二金については、油年改元で記されている。現在の慶州市の観光地に古墳公園として伝わっている。ありがとうございます。